暑払いの結果よ。ああもう匂って仕方がないわ。私も感じるぞ。とても嫌な感じだ。用心せねばだぞ、より。あら、それじゃあ今までは用心していなかった？可愛らしいセイバー。相手はアサシンなのよ。怨行の達人にしてオロチを自在に操るもの。注意に注意を重ねても過剰とは言えない。それをあなたは。いえ、ただの同行者を相手に熱くなりすぎたわ。そう言ってくれるな。アサシンを知らぬ我らには禁言だ。この先で間違いないわね。もしや神田明神か。だがあそこは何かしら。結界が固く俺たちでは通れんのだ。術者が時と手間をかけたものだとかでな。あら、それって私への挑戦？いいわ、乗ってあげる。結界が消えている。ここにあったのね。それでこの先にある神社が神田明神。サーヴァントの気配があるな。何かいるぞ。アサシンの魔力を確かに感じるわ。それだけじゃない。複数のサーヴァントだな。正確な数は、混ざってよくわからない。ちょっと待って、アサシンの魔力が消えたわ。私の接近に気づいて離れた。それともサーヴァントの群れにアサシンが俺たちをおびき寄せたのか。まずは神田明神を確かめる。急ぐぞ。あら、ユイ、ライダー、それにハグレの英霊たち。待て、ヨリ、何やら様子がおかしいぞ。主に刃を浴びせようとは血迷ったか、ライダー。申し開きのしようもなく、ただともかくも飛行とは歩めぬ定め、悟りし故に、もはやこれまでにございます。宮本より、貴殿、なぜ。話は後だ。今は逃げの一手、セイバー。やれやれ、ドロテアの次はユイか。次々と姫を助けるなど、まるで英雄だぞ。殺し合いを定められた義の参加者が。よい、ライダー。あまたの怪異をほふりし、神秘の極み。あれ式の者がために振るうことはない。承知。野暮な茶々を入れてくれたもんだな。おかげで烈士様の哀れな死に様が拝めずじまいで。セイバーのみ術の支配から逃れたようですね。大魔力の効果でしょうか。あるいは知ってことか。宮本伊織、あの面の皮にはヘドが出る。いずれ必ず引き上がして、殺す、殺してやる。殺さねばならない。あの顔は地獄にふさわしかない。武蔵ちゃん、それにバーサーカーも。よかった、二人ともよく無事でいてくれたね。あいつに操られたとばかり。私は大丈夫、普通のサーヴァントじゃないからね。それって、呼び止めない方がいいと思うよ、太夫。相手はあのバーサーカー。
天下無敵の異常夫様だ。本気で暴れ出したらどうにもならない。私はともかく、あなたや吉原の人たちは死ぬわ。どこかへ行くっていうなら放っておきましょう。命が助かっただけでよしとしなきゃ。いいや、それはダメだよ、武蔵ちゃん。ん？バーサーカーは吉原を守ってくれたんだ。儀が始まってからずっとだよ。それをさ、あっさり見捨てちまったらダメなんだ。命を絞り、思いを踏みにじって、自らの利とする。それを自分が良しとしたら、吉原の女たちを使い捨てる連中と同じになっちまうじゃないか。ひとたび縁を結んじまったなら、この手の届く限り見捨ててたまるもんか。へえ、あなたはそう言うんだね。わかったわ。それじゃあさっきの話はなし。命じなさい、仮初めのマスター。神面武蔵、あなたの意志を遂げてみせましょう。バーサーカーを追う。武蔵ちゃん、私に貸して。承知。まっすぐな子だった。よく言うことを聞く子だったかと思えば、急に押し黙ってしまうこともあった。なんだなんだ、子供というのはまるでわからない。子供とは皆そういうもの。なるほど、わからん。